朝起きて、カーテンを開ける、タバコに火をつける。僕はこの時間が好きだ。おはようございます。俺に挨拶してるよね。とりあえず返す。おはようございます。そんな日常。そして急須でお茶を入れ、ニュースを見る。そんな日を繰り返す。続いてのニュースです。昨日お昼頃、東京都板橋区で通り魔殺人事件がありました。犯人は挨拶を返さなかった人を殺したと供述しております。おはようございます。